ミニサイクル。ミニサイクルとは、主に大人が乗車する、一般用途向け自転車のうち、通常より小さな軽の車輪を持つものを指す。日本でいうミニサイクルは、1960年代後半に登場し、それまでの軽快車を象形化し女性向けに大幅な改良を施したものであり、一般的な象形車、軽快車のいずれからも独立した形式と言える。 日本工業企画ジス D9101 から1991自転車用語では日常の交通手段に用いる短距離低速走行用の一般用自転車で高さの調節範囲がシートポスト 100mm 以上ハンドルステム 35mm 以上サドル最大高さが 750mm を超え 100mm 以下で車輪の小道の予備24以下のものと規定し 同じ用途に使われる警戒車とは、車輪系により区別されている。後のシティサイクルの原型の一つであり、近年の市場占有率の縮小に伴い、1995年改正以降の JISD9111 自転車分類及び諸言では、車輪系による区別を排して、従来の警戒車と統合され、シティ車に区分される。折りたたみ機構の有無は問わないが、 現在一般的にはこれを備えないものについて言う場合が多い。ただし1960年代から1980年代にかけては折りたたみ機構を持つものもミニサイクルと表記する数が多かった事実に留意しなければならない。これは当時の折りたたみ自転車の市場占有率が低かったために表形の車輪という共通の特徴を持つミニサイクルと同一の枠で扱われたためである。 しかし1990年代半ば頃からの折りたたみ、自転車の流行によってその市場規模が拡大し、警戒者的用途のミニサイクルとは別に扱われることが多くなった。現行の JISD9111-2010 自転車分類及び諸言では、多くの折りたたみ自転車はコンパクト車に区分される。なお折りたたみ機構を持たない小車であっても、主として、 スポーツ用途が想定されているものについてはミニサイクルの名を用いることは稀である。大量生産されたミニサイクルの始祖というべきものに、1960年代に英国で流行を巻き起こしたアレックス・モールトンの公案による F フレーム書く方がある。これをきっかけに欧州市場では多様な小型車輪の自転車が発表された。一方、1960年代中期に生まれた。 日本型ミニサイクルは、それらとはかなり異なる独自の様式を備えて市場に現れた。これには、当時まだ自転車に馴染みの薄かった主婦を中心とする女性を新規ユーザーとして取り込むことを狙って、従来の警戒者の常識を打ち破る新規軸がいくつも盛り込まれており、それは技術者の自己満足に終わることなく劇的な売れ行きを示して街角の風景を塗り替えていった。 1968年頃から急速に生産量を増やしたミニサイクルは最盛期には国内自転車生産量の3分の1近くを占めるほどであった。ミニサイクルは右肩上がりに生産量を増やしたが1973年をピークに減少に転じ、1980年代を迎える頃には市場における存在感は大きく失われてしまった。 ミニサイクル失速には諸説あるが以下の要因はなどが挙げられる。1980年代になるとシンプルでありながら個性的なデザインを備えたカマキリ型自転車などのファッションサイクルの需要が生じてくる。その中でありふれた自転車に対する差別化の手段の一つとして小景の車輪を採用するものがありフレームの形状にも衣装を凝らしやすい。 小型車輪のミニサイクルは、この分野で一定の地位を得ることになる。しかし、個性的であることは普遍性に反することでもあり、もとより自転車界の暴流である、ファッションサイクルの、さらに主流であるフッションミニサイクルとでも言うべき車種の、存在は無視できるものではないものの、決して大きくはない。一方、1 9九十年代以降、本来の乗り降りの容易さなどの利点を、さらに罰した、 バリアフリータイプの製品が少数ながら一定の市場を得ている。その他講義のミニサイクルに含まれうる小道折りたたみ、自転車の流行が1990年代の後半、頃から目立つようになり、2000年代を迎えても続いている。ミニサイクルには、それ以前の警戒車では一般的でなかった装備が多数あり、そのいくつかは後の警戒車全般にも影響を与えている。 ミニサイクルのミニタるゆえんが小型のタイヤである。20型は22型、外径から23.5型ともはサイズのタイヤとなっている。これによって車体設計の自由度が増し、複次的に全長の短縮による取り回しの良さや心理的圧迫感の低さを得ている。通常の軽快車よりも太いタイヤであることも特徴的であるが、 これは太さによるクッション性の増大によって、小経過による乗り心地低下の軽減や、自転車に不慣れなユーザーによるリムーチパンクの防止を狙ったものである。車体の背骨というべき種パイプ、トップチューブとダウンチューブを兼ねているに、一本の太い交換を U 字型などに曲げたものを使用することで、乗降時に大きく足を上げる必要をなくした、スカートを履いた女性への配慮であり、 曲線のフォルムも女性的である。これは現在の婦人様式サイクルのダブルループフレームなどに影響を与えている。また、フレーム全体の高さも低いため、座席やハンドルの高さの調整範囲が大幅に広くなり、特に小柄な人から標準体格の人まで幅広いユーザーに一種類のフレームで対応できる。この発想は、 現在の式サイクルの定常型フレームに影響を与えている。一方でダイヤモンド型やそれに近い形のフレームで2本のパイプを用いるところを1本のパイプにしていることから外径が太かったり肉厚であったりするパイプを使用して強度を確保せざるを得ない。このためミニサイクルは車輪径が小さいのに車重は一般的な警戒車とあまり変わらなくなっている。 現在の式サイクルでは、常識となった前カゴであるが、ミニサイクル登場以前の警戒車では、後付けのオプション装備であった。主婦の日常の買い物を想定しての標準装備化であるが、昇級車輪の高さが低いために、カゴ装着のためのスペースが広く取れたことも大きい。同様に後輪状の荷台の高さも低く、重い荷物を高く持ち上げる労力が軽減された。 低いフレームに大人の乗車に適した座席庫を与えるため、シートポストは長いものとなり、強度の不足を防ぐために太いものとなった。また家庭内での共用などで体格の異なる乗員に素早く対応できるよう、工具を使わず、素手で操作できるシートピンが採用された。サドルは従来の前後に長い欧州風の形状を排して、短く幅広い形状となり、 サドルレール前方のヒンジと後方のコイルバネ2本に指示されたサドルベースの上にウレタンフォームのクッションを乗せビニールレザーの表皮を貼った形式が用いられこれらは現在の式サイクルにも引き継がれている低いフレームに大人の乗車に適したハンドル高を与えるため通常より長いハンドルポストとハンドルクランプから握りまでの落差を大きくとったアップハンドルが用いられた これは、後の鎌切りハンドルや、婦人用シティサイクルのセミアップハンドルの原型となった。アップハンドルと U 字フレームの採用は、従来の警戒車では常識であった、ロット式ブレーキとの両立を困難にした。また、ロット式は、重量や製造工数がが重み、機械的な外観が女性ユーザーの危機感をも招く器具があった。そこで、当時は、 スポーツ車にのみ使われていたワイヤ式ブレーキが用いられた。これにより前ブレーキはキャリパーブレーキとなった。これも現在の式サイクルの標準装備となっている。従来の警戒車は大上の鋼鉄板をリベットやスポット溶接で組み立てたスタンドが主に用いられていたがミニサイクルでは1本の鋼鉄製丸棒を曲げ加工したスタンドが主流となった。このスタンドは断面に 角がなく、移動時に後方に突き出す。先端部が緩やかな曲線となるため安全性の高いものであり、女性の素足を傷つけない配慮がなされていた。これも現在の婦人用式サイクルの標準装備となっている。初期のミニサイクルに、顕著な特徴として、花柄や、唐草模様と、明るく淡い色調や鮮やかな原色系メタリックの塗装、ビニール製部品への白の使用など、 当時の生活家電や日用雑貨にも共通する華やかで女性的な装飾が見られた。この傾向は同時進行的に婦人用系会社でも起こったがミニサイクルにおいてより顕著であった。また前かごや荷台を構成する光線の取り回しに衣装を凝らし優美な雰囲気を盛り込んだものもあった。なおミニサイクルの普及につれてその体格を問わず扱いやすい特性が 成長期の少年を持つ家庭や、中高年の男性にも受け入れられるようになり、こうした需要にらんで、シャープなピンストライプや、ロゴマークと、精悍な艶消し黒やシックなダーク系メタリック塗装、ビニール製部品への黒の使用など、男性的な装飾を施したものも現れた。やがて直線的な構成を持つフレームや、5段変則などの装備を持つ男性向けミニサイクルが派生していく。 1980年代以降、部分的に過剰な装飾は敬遠されるようになり、装飾性を抑えた日常向けの婦人用ミニサイクルと、全体的な形態に衣装を凝らしたファッションサイクルとに二極化している。楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。